日美最近呢联手加强西南岛屿的部署，美军死神无人机计划本月在鹿儿岛基地开始训练。亲历过战争的日本老人接受本台采访就表示，非常担忧鹿儿岛被卷入战火，日本不应该与中国发生冲突。今天我们在鹿屋市呢去拜访一位92岁的老人，他呢当年曾经经历过战争，他主张应该永不再战，反对战争，也反对美军把无人机部署在鹿屋基地。こんにちは。こんにちは。失礼します。1945年日本投降后，鹿屋曾是驻日盟军登陆日本本土的第一站。亲身经历过战争的当地人说，美军的到来意味着万一发生战争，鹿屋可能会被卷入战火。戦争前提にこう金を基地にするわけですから、もうですね、絶対ダメだなという気持ちはもう変わらんですね。もし戦争が始まったら、ここから無人の爆撃機が飛んでいく。そうすればもう金屋が真っ先に狙われるだろうと思うんです。だからもう絶対来てほしくないなっていうのがですね。当年在美军的空袭中，丽媛也差点被炸弹击中。战后，他作为战争的亲历者，一直向年轻人讲述战争的惨痛历史，呼吁永不再战。他说：“日本绝不能同中国发生冲突。”基地輸送車を3回ほど受けましたから、直接ですね。だから本当、まあもう。肌でこうもう怖いという気持ちですね。だから戦争は絶対していけないというのを思ったですね。その大国の中国にもう絶対に勝てないというのはもう戦争体験から分かる。凤凰卫视李淼、单宁、正盛、蒋文斌，日本鹿儿岛报道。